2023年10月24日の鉄道チャンネルサイトニューススカイライナー1本増発京成線が11月25日ダイヤ改正京成電鉄は2023年11月25日にダイヤ改正を実施します今回は成田空港発の上りスカイライナーを22時台に1本増発 現行の22時30分発を22時40分発に時刻変更し22時20分発の列車を新たに設定しています新鎌ヶ谷駅青戸駅に停車するスカイライナーを30分間隔から20分間隔にして運行することで LCC など夜間到着便利用者の利便性向上を図る狙いです一般列車関係では成田空港発最終列車のうち 平日の西ま込めき、土曜、休日の京成上野行きを通勤特急から平日、土曜、休日ダイヤともに快速、京成上野行きに変更します。その他にも利用状況に合わせた列車本数の見直しや一部列車の発着時刻、運転区間、種別変更等が予定されています。新しいダイヤが掲載される 形成時刻表ボリューム32は2023年11月16日に発売です。